どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバトルシティオブマギコ。様々な特徴の魔法の属性を選び、相手と戦う PVP ワールドです。ワールドに入ると杖が置いてあり、それをユーズすることで中に入ることができるようになります。最初の部屋はチュートリアル部屋になっており、ここで各属性の魔法やアイテムの確認ができます。確認し終えたら先に進むことで、エントリー部屋に行くことができます。ゲームマスターがルールを決めることでエントリー受付が開始されるので参加しましょう。全員参加したのを確認したらマスターがスタートボタンを押して開始となります。ルールごとに内容は異なりますが、基本的にはアイテムを取ってレベルアップし相手を倒すゲームです。選択した魔法は特徴が分かれており、例えば今使用している風属性はチャージ中2段ジャンプが可能です。剣属性は射程が短い代わりにダメージを与えると追撃する剣をチャージで運動したりできます。また体力の横にある白いバーが満タンになると相手の方でアルティメット技が発動できます。アルティメット技は強力な必殺技です。もちろん各属性ごとに異なるのでうまく使いましょう。相手を撃破すると相手の属性に応じて一定時間バフがかかるようになっています。うまく各属性ごとに魔法を使いこなして相手を倒し勝者となりましょう。ルールによってはエリアがどんどん狭まってきて、エリア内に出るとダメージを受けたり、エリアから落下すると文言無用で脱落となるので注意しましょう。また相手を直接殴打することで吹き飛ばせるので場外に落とすことも可能です。 MP がない時は殴りましょう。個人戦以外にもチーム戦があり、チーム戦では味方に MP を消費してバフをかけることができます。チーム戦で進化を発揮するアルティメット技や補助があるので連携が重要となります。こんな感じで個人戦やチーム戦を行うことのできるゲームワールドです。各魔法ごとに戦いが違ったり、杖のスキンもいくつか選べたりできます。そんな感じで魔法使いになって戦うワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。